ちょっと危ないな。双子チャンネル。ちっちゃかく。ちっちゃかく。結局書くんだったら赤い四角まず書いてごらん。赤？赤で四角書いて、黒で丸書いて、赤い四角をちょっと塗ってあげればケーキっぽく見えるんじゃないか？あら、そんな目の？でもあれだね。あれかな？あれ？そうだね。あ、また。もうごわんだね。出ないんだったら中央ペンにしたら？出ただけで満足しちゃダメじゃないか。お父さん買って。お母さん、お父さん一緒に買って。買いこ。一緒にお父さん買いこ。お母さんとお父さんで絵のクオリティ違いすぎても勝負ならない。どうしてくれんの？だって俺前回あれで見ながら描いてるよ。いや、見たか見てないかでなんか変わると思ってる。何言ってるの？怒るなよ。出発行くぞ、ゆんの。出発したの？それは線路なの？違う、電車。電車なのか。何線書いてるんですか？京急線。臨海線書いてる。臨海線書いてるの？臨海線。どうやってちっちゃく書く？え？どうやってちっちゃく書く？まず四角を書いて。四角書いて。臨海線も四角がいて、その四角の下に丸を何個か書く。三角になった。三角になったね。あ、じゃあそうだよ。三角書いてみて。三角。絵描き上手になったね。見てない。君は絵を描いてるのか、リズムを刻んでるのか。ペンがダメになるからやめようね。ペンがダメになるからやめてね。太鼓叩きなさい。太鼓叩きなさい、あなたは。太鼓持ってきなさいよ、もう。太鼓。太鼓。こっちと。もうあっちにあるでしょ、太鼓。危ないな。一人ずつ叩いてほしいな。机は違う。見てるよ、ずっと。ひどい遊び方してんな。